いいですね。この前も思ったけど、ホワイトで背景。こんばんは。ではキャッチフレーズをしたいと思います。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 チームエイト、チーム4兼任の長野セリカです。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いします。今日はなんと生誕 T シャツを着ています。はい、自分の生誕 T シャツを着ています。寒いんでモコモコのやつ着てるんですけど、着ております。でさっきあれも撮りました。動画みたいな。抽選で当たった方の生誕の動画みたいなやつも撮りました。あとは送るだけ。渋谷に繰り出すしか。それな。これは渋谷来て歩けますか？なんかこのパジャマなんですけど、このモコモコジェレピケさんのね、これ着てたらちょっとおもろいけど、これだけでもまあいけないことはないよね。よくあるよね、分からんけど。で私は着ない、外では。まあ家とか写真を撮るようで、まあ着るかなみたいな感じ。皆さんはライブとか公演とかお話し会とかで来ていただいて、それも公演始まるギリギリに着替えるみたいな。最初はスーツで着てて、スーツとか私服で着てて、でおはもうすぐ始まるってなった時にカバンから取り出してこれを着るっていう。完璧。そんな感じでお願いします。自分の顔ついてるのはさすがにしんどい。そうです、はい、めっちゃしんどいです。いや思ったよりねビッグに映ってたの、めっちゃ大きめに。いやだ、まあ、大体予想はついてたけど、思ったより主張がすごくて、この自分の写真の横向いてるとはいえ。だから、まあ、もし次写真にするんだったらもうちょっと自分が離れたところで写ってるのをあれにしたいなって思いました。でもこれは、いやこれ最初ピンクにしようとしてたの、この色を。薄いピンクでも白か黒でお願いしますって言われて、この写真入れるやつあかんのかいと思って白になったんですけど、前回黒色だったんで生誕 T シャツが。でもこの白結構透けやすいんで、まあ下にキャミソール、タンクトップか着ていただいた方がいいかなと思いますけど。っていうかさっき TikTok 撮りました。撮ってないや、載せました。いや撮ろうと思ったんですけど、撮りたいのなくて作って載せたよね、写真組み合わせて。でインスタも載せてます。バニーちゃん、バニーガール、オフショット。明日は多分チャイナドレスとか載せたいなと思っている。一応オフショット
生写真はいつ撮ったものなのか。え、それな、私今発売されてるセルフ生写真がいつ撮ったんだろうみたいな。もうさあ覚えてなくて、マジで。SNS 動かしまくり。そうですね、いろいろあるからね SNS。 オンラインお話し会も今日の18時からお申し込み始まっていますので、ぜひお願いします。お願いします。ポチポチしてみてください。っていうかここリンパ腫れててやばいの今。さっき気づいて、え、痛いんじゃねえと思って触ったら腫れてんの、やばい。まあよくあることなんですけど、もう本当にマジですぐリンパ腫れるんで、首のマジピエンって感じ。でも大丈夫、今年は風邪ひかない。そう、お話し会は全日程の4部ずつ前と一緒。口内炎できてる？いや、できてないね。その辺は至って健康なのよ。パーで、そう、お話し会は全日程4部ずつの最短が4月9日。あと1ヶ月後に会えます。4月9日申し込むと、しかも全部サイン会ということでね。全部サイン会ってすごいね、今思ったけど。で、4月は2回あるね。5月1回、6月が2回、7月4回もあるの。7月4回あって、8月が3回。おお、4、5、6、7、8、毎月会いましょう皆さん。これ本当にあるあるだと思うんですけど、これ今申し込んでおかないと、その例えば8月とかになった時に、うわー、なんであの時申し込んでなかったんだーってなるんですね。はい、これはあるあるなの。だから気をつけてね、みんな。今のうちに申し込んでおかないと後悔するよっていう話。はい、なので今日から始まったので、ぜひ。なんかまあ再販は前めっちゃありましたけど、今回はね、そう、何回あるかわからないし、多分4月の分っていうか後の方は後でも取れる気はするけど、4月とかのは多分再販されるのあれあんまないじゃないですか。短そう、再販じゃなくて申し込みの期間短いので、おすすめは4月5月あたり最初の方で、後で再販がもしあれば、まあ、再販で6、7、8取っていただくみたいな。6、7、8月、4月9日再販なしだって。ほらほらほら、4月9日はないから。
今買うなら4月9日なんじゃない、ワンちゃん。でも再販もね、いつあるか分かんないからね。今日は野菜炒めを食べました。美味しかったです。なんか香味ペーストっていうやつで作ったんですけど、びっくりするぐらい美味しくて感動したよね。美味しいと思って。チャーハン作るやつじゃない、まあ何でもあれで作れると思うんだけど、香味ペーストめっちゃ美味しい。炒めたのすごい、ありがとうございます。カット野菜とウインナーです。包丁使ってない、炒めただけ。はい、でもめっちゃ美味しくて感動した。ワンピース見て食べて、ワンピース見て食べて。ウインナー好きだな、好きです。好きっていうか、なんか安くなってたのだから買ってみた。はい、カット野菜もいつももやし、もやしとネギみたいな感じのやつ買うけど、今日はキャベツにしたの。美味しかったね。キャベツ甘くなるよね、あったかくなったら。いや、あのね、ワンピース今見てるんだけど、今ドレスローザのところで、キュロスがドフラミンゴの首を切ったところまで見た。でロビンとサボがあったところも見た。っていうか、ルフィとサボがね再会したの。マジで私昨日マジで号泣しちゃって、なんか感動すると思って、マジで感動したの。サボ再会したと思って、なんかルフィが泣いてるとこ見たらセリカも泣けてきちゃって、なんかマジすげえってなったね。いや本当に号泣した、昨日。でドレスローザあとどれぐらいで終わるのかなと思って見たら、あと50話ぐらい見ないとドレスローザ終わんなそうだなと思って、であとゾウとかお菓子の国とか行って、和の国が遠すぎてなんかもう追いつくんかなみたいな。今月中はどうだろうね。ドレスローザはあとでも50話ぐらいあったのよ見た感じだと、まあ、ワンチャン今月中にドレスローザ見終わりたいと思ってる。見たいなーって感じですけど、
感情移入しなしまくってます。はい、もうね、本当になんかね、あのね、感動するよ。あのエースが死んじゃった時の映像はマジで何回でも泣ける。あそこだけ見ただけでも泣ける。ワノ国もうすぐ終わるよって言ってる。マジか、マッハで追いつかないといけないですね。生誕 T シャツ届いたよって言って、おお、よかったです。推しはずっとシャンクスなの。はい、もうシャンクスしか勝たんって感じ。なんかねたまにそのシャンクスとか出てきてない、普通に関係ないところでさ、四皇の話になったらなんかシャンクスがパッて映ったりするのね。もうそれだけでってなる。もうファンなの、シャンクスの。だから早く映画が見たいですね。何話か飛ばしてもストーリーに影響ないってきてって思うじゃん。でも結構1話1話にっていう大事なエピソード隠れてない？なんか結構大事な気もする。だから私本当に聞き逃したくないの、言葉を。みんなが喋ってる言葉絶対聞き逃さないようにして、ボリュームめっちゃ大きくしてみる。あー長いな、長いけど頑張ってみます。なんかもう昨日長いなと思って、あの表を見て、あと何話かなと思って数えたの、こうやってリモコンで下に下がっていて、そしたらさ、携帯でね、こう数えていったの、マジでこうメモしながら。そしたらね、もうめっちゃ長くて心折れるかと思った昨日で、今日もあ長いなって思いながら開いたら開いたで面白くて、結局今日も5話は見たね。でも後で見るので、後で見るので、まあ10あと5話いけたら5話見たいけど、数えてたらあらすじ分かっちゃいそう。え、そうなの、タイトル見えるじゃない、こうやってさ数えてってゆっくりやってたら、なんかそれを見ないようにするのが大変だった。あの本当に楽しみ。なんか前ワンピースを見始める、また再開し始める前まではネタバレしてほしい、ストーリー教えてほしいなと思ってたの、ワンピースが詳しい方々に。なんだけども、こう今一つずつ丁寧に見始めるとマジでネタバレやめてと思っちゃうわけ。
この考えの変わり方よね。あの本当にたまにツイッターとかで流れてくんのね、我の国のなんかなんたらみたいな。いや絶対見ないと思って気をつけてるの、ネタバレには。我の国の最後めっちゃすごいやってきて楽しみ。いや今っていうか今現在放送されてるっていうか今現在のあれが面白いみたいな、よく聞くんですね。なので楽しみ、それを楽しみに今見てるの。なんかすごい思うのは、私あのもしワンピースが最終回来るとするじゃない。そしたらさ、ツイッターとかのトレンドでさ、なんか海賊王みたいな、ハッシュタグ海賊王、ハッシュタグルフィ、ハッシュタグワンピースみたいなのがさトレンド入りして、それを見てしまってネタバレしてしまいそう。だからそれも気をつけたい。だってアニメってちょっと遅れてるっていうか、ジャンプが一番早いじゃないですか、多分一番ストーリー進んでるので、アニメはそれより遅れてるから、私はアニメ派なので完全に、だから絶対にマジでその最終回ってなったその時は絶対ツイッター見ないっていう風に思うの。終わったことを知りたくないってこと。あのどういう風にして最終的にああなったのかっていう、結局何になったのみたいな、ネタバレをしたくないって感じ。あの終わったことはもう全然 OK、 終わったんだって感じでいいんですけど、その内容ですね、内容がダメなの、バレちゃダメ。はい、あと3巻ぐらいのところで本誌派になった方がいいよってきて、えマジ。でも確かに話題にはね、アニメだとついていけない。もう興奮やばそうだもんね、最終回とか。楽しみ。あとどれぐらいで終わるのかな、あと5年ぐらい、 2、3年かな。バックバック、もう早く追いつきたいですね。頑張ります。2、3年じゃ終わらなそうだって。マジ？でも2、3年じゃ終わんないんだったらもう頑張って追いつこう。なんかポコってなってない？これここ気のせい？こっちなってない？ちょっとなってる。
今日は骨が出っ張ってます。真っ白だ。なんかインスタの質問箱ストーリーあるじゃない、インスタのストーリー、あれ昨日やってたんですけど、あの絶対に肌白いのは生まれつきですか、白いですねで絶対コメントあるので、昨日多かったコメントはあれグラビアのやつ48タイムズの感想が多かった気がします。もう見れなくなっちゃったんだよねコメントが。そう、あと公園行きたいとか、そう質問箱めっちゃ久しぶりにやって、またやります。あのいっぱいやろうと思ってたんですけど、なんかできてなくて、っていうか結構忘れてて存在をね、だからまた近々したいと思います。質問箱今日は9時ぐらいにランキングを読んで、9時過ぎに読んでランキング発表して、その後にアフタートークして寝ます。いやお風呂入ります、終わります。はい、今日は洗濯します。お洗濯します。なんか話すことありました？私っていうかね、最近私何ワンピース見てるからな、ずっと。ワンピース見てて、あ、コンサート、あ、なんかいろいろあるんだけどね。花粉のせいで外に干せないって、マジか。花粉症つらいですね。なんか私は花粉症ではないんですけれども、まだいつなるかわかんないんで、まだ花粉症じゃないんですけど、もう絶対つらいですね。あ、ラジオ収録もありましたので、多分3月21日放送です。
え、ていうか聞いて、札幌のイベント多分なくなったんですよね、多分ね。え、だよね、延期の日程が私出れない日だった。マジなんだ、あのピエン、ピエンだわ、ピエンすぎる。北海道が、え、だってこの時期に、この時期に行ってたらまだ桜のロイズのチョコ売ってたじゃない。本当に行きたかったの、あの北海道ね。あの涙出てない感じ。いや、そうない、そうね、いや、そう、もう延期っていうのは慣れてるんで、延期っていうか出演がなくなるみたいなことはもうそういうのは慣れてるんですけど、でも本当に何回なくなれば気が済むんだって話。まあしょうがないですね、はい。まあまた行ける時があったらというかね、イベントがやりたいからさ、普通に北海道じゃなくてもイベントやりたいね。あとは北海道のイベントなくなって本当にピエンってことと、ラジオ聞いてねっていう話と、あとはなんだっけ、今週末はお仕事なの。そうですね、多分ね。あ、鉄な千秋楽、それな、チーム4は3回千秋楽があります。私どこに出るか発表されてないよね、まだ。もうその日に最後かってなると結構ね寂しくなりそう。お話し会申し込んだ、ありがとう、楽しみ。千秋楽にお呼ばれする気がしませんってきてる。確かにいつもより倍率は高そうではあるよね、最後ってなったらね。でも4は3回あるんで、私はどこでいいか分かんないけど、あの
ワンちゃんね、来てほしいなと思いますね。サイン会当たりたいなって来て、サイン、そうサイン、そうサイン会多いじゃないですか、お話し会。やっぱりあの書いてほしいことがあれば、やっぱりっていうのは話で、あの書いてほしいことがあれば、お話し会中に、ああ私もうすぐ誕生日なんでおめでとうって書いてくださいとか、マカロンちゃん大きく書いてくださいとか、なんかそういったリクエストがあれば言ってほしいなと思います。あの結構今回本当にサイン会多いから、もしかしたらサイン会に申し込む量がもし多いってなったら何個か当たる可能性もあるんですよ。だからそう書くことが同じにならないようにしたいので、あのまあ何かあれば言ってください。特にない場合、特にない場合は何も言わなくて大丈夫。なんかあればあれ書いてほしいなとかあれば言ってほしいなっていう感じです。シリカちゃん出る日に当てたいな、ぜひ来てください。どうすればサイン当たりますか。でもサイン会をいっぱい申し込んだらいいと思います。白くない？これ書いてあったら激レアだよみたいなのあると楽しいかも。あ、当たりみたいなやつ。確かに。逆にね、それ書いてなかった時ね。でもサイン会めっちゃ多いから、そういう当たり、これ大当たりみたいな会をつけたいなと思う。サインしてる時に話しかけて混乱してるの見るの好きだった。なんか普通の握手会だったらこうお話ししながらサインを書くんですけど、その場で。でもオンラインお話し会は私はね、お話ししながら書くんじゃなくて、あのお話が終わってからまとめて書くことが多くて、なのであんまり混乱はしてないんですけど、でもあの握手会の時のねサイン会は確かに混乱してましたね。というか時間、お時間ですって聞こえてくるし、ファンの皆様もずっと喋ってくれてるじゃん、ちょっと待ってみたいな焦りと返事としてたらもう混乱だよね。平成の時代の話、そう
それな。え、握手会って平成だったの。イエーイ。サイン書くときの真面目な顔が好きだ。あのね、私本当にサイン書きながら笑えないよね。なんか真顔になっちゃう。ちょっと真剣に書かないとと思うから笑いながら書けないの。なんかだからちょっとごめんね、その時は真顔だったけど。LINE でお話し会しすぎるとそのうちメンバーが CG でできてるかもって疑問を思い出すかも。あ、もう私たちが存在してないんじゃないかって。それはもうバレますね、絶対。セリちゃんあんまり泣かないよね。私昨日泣いたよ、あのね、ワンピース見て。あの、ほんもう大号泣、もう感動するの、本当に。あ、本当に感動するよね。今日早起きだったから眠いのかな。ね、私最近本当に不規則なんですね。なんか夜に寝ちゃうの。あの、お昼寝とかじゃなくて、お仕事終わって帰ってきたら寝ちゃうっていう。もうダメだ。で、夜中に起きるっていうやつ。もうね、健康的な睡眠時間にしたい。だから帰ってきて8時ぐらいに、だこの時間に寝て深夜2時に目覚めるみたいな。でまた寝て2時に起きて、まあ、4時ぐらいにまた寝て起きるのがお昼の12時とか。寝すぎ。あの、寝不足とかじゃないんだよね、寝すぎなの。本当にあのマジでいつまでも寝れる。本当に気をつけようと思う。そうなの。だからさ、よく言うじゃん、お昼寝したら夜寝れないよみたいな。私それがないの。どんだけ多分今寝ててもずっと寝れる。明日まで、明日の朝まで全然寝れると思う。全く目覚めないの。そう、全く目覚めない。あの、さすがにその夕方に、夕方っていうか
まあ、深夜とかに目覚めることはある。なんか8時とかに寝て、でもそれは本当になんかメイクも落としてないしみたいな時だから、とりあえずお風呂入るために起きるって感じなの。でも何もなんか携帯とかも何も鳴らずにシーンってしてたらね、もうずっと寝てると思う。寝るのも体力いるから若いうちしか無理を恐れてきて、でもよく言われるよね。なんかお昼過ぎにおはようとか言ったりとかしたら、若いね、よく寝るね、若いねって来る。よく寝るのは若いからな。さっきも私ほんと寝そうになって、野菜炒めを作る前に、あ眠ると思って、でも待ってと思って、ショールームの時も寝てたらやばいと思って寝なかったのね。さすがにこのね夕方の時間に寝る癖をやめたい。とにかく眠いんですよね。明日もねショールーム配信をしたいなって思っているんですけれども、何時からしようかな。まあ多分6時7時8時ぐらいかなと思うんだけど、大丈夫そうですかね。前回もその黒い服着てる時に眠い連発だった。このせい、私このあったかいから眠いんじゃない、もしかして。その説はめっちゃある。こうやって寒いかもみたいなぐらいの方が眠くないかもしれない。確かに、だってこれパジャマだからね。パジャマで配信したらさすがに眠い、ピッて伸びるっていうね。可愛くないこのネックレス、なんかもらったんですけど、四つ葉になるのこれはハート、前も言ったね、この不思議なネックレスのこと。
そう、生誕 T シャツです、こちらは。でも T シャツ早い。私ね、あれトレンチコートをついに頼んだのよ。なんか薄手のがなくて、暑いじゃない、そろそろ。でも夜は寒いみたいな。だからさ、一応注文したんだ。寒いわ。って感じですよね。寒い寒い。あ、もう本当に、もう本当に大丈夫？今日の配信、話すことがもう思いつかなくて。なんかめっちゃ皆さん気使ってコメントしてくれてるけど、何も広がらん私の今の頭じゃ。コメント読もう。3月25日のエイタのアンロケターボ見るよ。あ、見てね。なんかね、コメント撮りしたのよこの前。ロケは行ってないんですけど、相変わらずコメントは取りました。いつもこんな感じだよ。そう、なんかあんま3月入ってできてないからあれかな。ちょっとゆるすぎてもう心配。まあいいですよね、ショールームはこういう感じだもんね、いつも。通常運転できてる、それはそれで大丈夫。まあそうだよね。私いつもこんな感じか。風邪ひかないようにしてください。ありがとうね。マジで気をつけましょう、風邪は。明後日誕生日です。だっておめでとう。今日何話したか覚えてないできて。今日はでも何話したっけ、ワンピースの話とインスタと TikTok 載せたよっていう話と、あとなんだっけ、お話し会始まったよっていうことと、生誕 T シャツで、生誕 T シャツ着てるよっていうこととかですかね。心配してる人は心配って言わない。言うよ。別に問題ないけど、よかった、それは良かった。変わりなくてある意味安心。確かに確かに、変にテンション高くても大丈夫ってなるし、一人で。ああ、誰かとコラボ配信したら楽しいんだろうな。前言ってたよね、コラボ配信しようかなみたいな。あ、カラオケ配信ね。カラオケ配信は、あ、来週かな、土日にやりたいって前言ってて、今週はまだ分かんないけど、
できるかもしれないし、でもできない可能性が 70% なので、カラオケはあんま時間取れなそう。ショールームやっても、あ、でもワンチャンできる、いや疲れてなかったらできるって感じかな。でも今週じゃなくて来週の方が、月曜日が祝日だから、ワンチャン祝日の月曜日でも何か入ったら分からん。今月は2日と9日に餃子を食べてるみたいだから、何回食べるかカウントしておくね。ありがとう。じゃあ餃子食べた日お知らせするね。テンション上がってると今日どうしたと思うね。いや私テンション高いのよ普段本当に。でもあんまりなんかあんまテンション高そうに見えないですよね。結構物静かって言われます。なんでだろうね、真顔だからかな。だから自分で陽キャだよって言わないと。あの本当に陽キャ、はい言われました。絶対言われると思ったんです、このビジネスって。たまに言われるの、ビジネス関西弁でしょとか。チーム A はスタートダッシュで陽キャブロー、きつい、きついよそれは。頑張ろう。でもちょっとニコニコしたか。チーム A の方々は先輩が多いので、先輩教えてください、そういう年でもないんだけど、先輩とお話ししたいね。いっぱい9時になったら連絡が絶対来るんだよね。家計簿の時間、そうよ今日家計簿の時間。あ、やべ書いてないわ、書くね。今日のスーパーのやつ、はい OK です。家計簿めっちゃ続いてるの私。いつから続いてると思う？このアプリを始めたのが去年の1月、1年2ヶ月え1、そうね、そんぐらい、1年3ヶ月まだ、でも始まったばかり3月なので、もう1年以上続いています、家計簿。でも結構何かな、すっごい出費があるんだけど、だからかこう見返してみるとね、出費があるっ
月とない月の差がすごいんだけど、最初去年の出費より今年の出費めっちゃ減ってる気がする。なんか使う金額減ったなって感じ。なんかそのバッグ買ったりとか、お話し会の服まとめて買ったとか、そういう時はさすがに出費多くなるけど、でもなんていうの、そんな特別な、たまにあるじゃん予想外の出費みたいな、それがなければなんか安定してるなって感じ。そう、便利。いやなんかこれ私つけとかないと使いすぎるから、お金本当にあの大変な、あると服買っちゃうね。どこに一番お金かかってるの気になります。それ、私でも毎月こうグラフで出るんだけど、うーん、あー、衣服ですね、衣服衣服ビューティーにお金がかかっております。あ、この前はコルギー行ったりとか、小顔の、あとコスメとかも入れてて、まつげパーマとかも行ってるし、服は定期的にまあ買うのでっていうので数万円ほど飛んでいっております。パタパタと後ろ、お金使いすぎてママに怒られながらショールームしてほしいいやだ、怒られたくないもん。ママはほんとひそひそ喋るからね、一緒にやった。衣服、衣に服じゃなくて、衣類の衣に洋服の服ね衣服、え、衣服って読み方違う、もしかして衣類の衣に服、衣服だよね。え読み方あんの他に。あ、衣服合ってた、よかったよかった、それそれ、衣服。何回かママから指導入ってそう。入ってますね、定期的に結構来る、あの節約してねってその度にやばいと思って節約します。コンビニに行こうと思ってたところをスーパーに切り替えたりとかね、するっていう感じ。でもやっぱコンビニとかじゃなくてスーパーとかに切り替えると、その分洋服にお金がかけられるってわけね。だから食費は抑えましょうって感じで頑張ってます。交通費は無理じゃん、交通費まあ出るし、あのそれはいいんだけど、なんか私はねコスメとかそんな前より買ってないけど、でも本当に欲しいの多いからさ買っちゃうんですよね。でもめっちゃ減ったね前より、出費本当にすごいすごいすごい減りました。
貯金しないんか。貯金はママに任せてます。今欲しいのアイシャドウですね。アイシャドウを目代わりでね見つけて9点の買いました。まだ届いてないけど、ヒンスのやつ。また見せます。多分見せてもへーって感じだと思うんだけど。また見せます。それをアイシャドウ塗った顔の自撮りを送ったらみんな喜んでくれるかな。アイシャドウ単体をのせる方向でいたけど、それを使って写真載せたのがいいみたいな感じ。届いたらメイク配信してほしいってきてね。確かにメイク配信やったことない、あんまり。やってみる。アイシャドウ塗ってみよう配信。ついにすっぴん公開かって。私結構すっぴん見せてるんだけどね、意外と。もうもはやこんだけやってたら、私あの本当に、あ、見せてますよ。意外と言ってないだけで、たまにあのすっぴんですよ、言ってないだけで。はい、フルスッピン。あ、フルスッピンはなんかマスクしてるときはフルスッピンのとき。いや、フルスッピンって何。でもに色ついてなかったらすっぴんでしょ。今日はでもメイクはしてます。顔に色ついてるからね。もう9時10分やね。TikTok でスッピン、そう、なんかルーティーンのやつスッピンにした。スッピンだったね、あれ。寝起きは、あれ寝起きで撮ったからスッピンだったわ。あれは絶対に間違いなく。でも TikTok はめっちゃねフィルターかけてるからスッピンだけど、あれかわかる。確かに。私があんまりうーんと思うのは、メイクしててすっぴんからこう眉毛だけを描いた状態が嫌なの。眉毛だけ色つけた時なんか、え、眉毛こう、この人って思われるやん。それだったらもう全部薄い方がいいみたいな。メイク工程を見られるのはちょっと恥ずいかもしれない。
じゃあそろそろランキングを読もうかな。はい、いきます。13位、7番目のおっさんアットセリちゃんの生誕ティーたくさん来まーすさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、トリオヤジアット、セリちゃんちょっと髪伸びたねーさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、社員アットチームカピバラ、お話し会お待ちしてますさん、ありがとうございます。楽しみですね。10位、園田長崎アット、今日の配信もまったりしてたねさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、中心アット、野菜炒め美味しかった、美味しかったよ、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、タクアット、お話し会の予定計画中さん、ありがとうございます。楽しみ。7位、あきふみアット、せりちゃんと早くお話し会できるの楽しみにしてますさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、まさのぶアット、今日も配信楽しかった、明日も楽しみさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、ひらっぴアット、せいちゃんこの後何するの、お風呂入るよ、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、中心アット、せいちゃんの生誕祭いつかなさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、東京特許許可局局長アット、ねむねむにゃんこさん、ありがとうございます。眠いね。2位、プロスペクトアット、せいちゃん今日の朝飲んだバナナオレ美味しかった、美味しかったよ、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位は赤いゾウさんアット、ヘナチョコの私でも愛はいっぱいさん、ありがとうございます。はーい、今日もありがとうございます。アフタートークして9時半ぐらいには終わりたいなって思います。メール書くので。生誕祭いつかな、まあまだ21じゃないんですけど、この前やったばっかりな気もするんだけど、3月4月5月5月後半か6月ぐらいですかね、予想。もしかしたら早くて4月とかなのかな。いや、そんなうまくいかないよね。いつか分かれば匂わせます。もうすぐあるかもって。
最近桜関係のもの買ったりしてる。桜のあやたか、桜パッケージのあやたか買いましたね。なんか桜パッケージ多いじゃないですか今。それ誕生日は26の夜から日付変わるときにやりたくって、27に何かあれば、なければもうずっと配信はしてたいなって感じ。詳しくはまだ決めてません。桜ビール飲んでる。桜ビール？桜味なの？桜と抹茶の飲み物買ったよ。美味しそう。桜と抹茶って最強な気がする。桜といちごもいいけど、桜と抹茶がやっぱ最高だった気がする。わかんないけど。あ、普通のビールなんや。桜味ではない。なるほど。ビールを語り出すお年になってしまったのか。飲んだことないけどビール。本当に。え、垂れ目、すごい垂れ目。垂れすぎ。垂れ目すぎてびっくり。垂れ目、釣り目。はい。みんなで行く夏のビアガーデン最高よ。楽しそう。ビアガーデン、サクランボ味のビールなら飲んだことある。サクランボ、サクランボってアセロラっていうの？なんかでもよく言うよね、暑いところで飲むビールが美味しい。キンキンに冷えたやつ。どんなお酒が好き？レモンサワーですかね。はい、私はレモンサワーしか飲まない。あんまり基本的になければ違うものって感じ。飲んだらどんな風になるんだろう。私変わらないよ。でもそんなに強いの飲まないんであれですけど、はい。
皆さんはお酒好きですか？私はお酒よりお水が好きです。絶対に水しか勝たんていうか私最近本当に特茶が好きで、味が前も言ったよね、あの本当に特茶の味が好きで本当にグビグビ飲んじゃう特茶。眠い、もう寝そう。あ、飲めないんだ。ほぼ飲めませんって来て、昼から飲んでた。おお、いいね。血液はほぼアルコール、気をつけてね。それなんかちょっと健康に悪そうな血液アルコールはやばい、酔いまくりやん。酔って覚えてないのはいけないと思います。そうですね、ちゃんと意識は持ちましょう。濃い味の緑茶飲んでる、美味しいよね。濃いの、濃いのがいい。セリカ見ながら飲むのが一番楽しい。そう、私見ながらお酒飲める。けどとりあえずメールを書いて行かなきゃいけない。今日は何の写真を送ろうかな。プライベートメール、私と桜のお団子と写ってるやつ載せますか髪色ピンク系、そうですね。ちょっと最近ピンシャン、ピンクシャンプーやってないんでちょっと落ちてきたけど、でもピンク系ではあります。食べてるところの写真撮ってないね。食べてるところの写真あんま撮らんわ。なんかメニューのご飯来たってなって写真撮って携帯しまってから食べるから食べてるところあんまね撮らないかもしれないご飯の写真、私サラダの写真いっぱいあるのよ。あのサラダよく食べるからね、サラダの写真は毎回撮ってるんだけど食べてるとこはないね。全部食べ物って感じ。
もぐもぐ配信で、確かにもぐもぐは配信でしますか。そんなサラダの写真いっぱいいらんくない。いや、なんかカスタムしてるのね、いつもサラダを。お店で食べるときは、家で食べるときは撮らないけど、だから記念に撮ってるの。あ、これ入れたなって。サラダフォルダみたい。あ、じゃあ今度まとめてスクショして送ろうか。でもまだそんな言うて溜まってないから、もうちょっと溜めたらにしようかな。でもあんま見た目綺麗じゃないけど大丈夫かな。あんまり見た目綺麗じゃない、全部なんか混ざってるの。私がいつも行ってるところ、混ぜて提供してくれるのサラダを。送ったよね、自撮り、昔サラダのあれ。だからあんまり見た目は良くないけど送ります。メールだったらいいよね。いつも行ってるとこ教えちゃダメじゃん。いや、チェーン店みたいな感じだから、チェーン店っていうかいろんなところにあるから、私もいろんなところで買うからそこは大丈夫だよ。ご心配どうもありがとう。でも私サラダも作れるようになりたくて、まあちぎって乗せてかけるだけなんだけど、サラダもまたいつか作りたいなって感じ。でも葉っぱを選ぶのがむずそう。葉っぱに虫入ってたりするの無理だから、なかなかないと思うんだけど、なんか美味しい葉っぱ、レタスっていうの、サニーレタス、キャベツ、キャベツ、なんかサラダに向いてる葉っぱみたいな緑のシャキシャキしたのがあれば教えてください。レタスも種類あるからね。そう、あるよね。あの、でもレタスとか、ね、ちぎれるからいいよね、包丁使わず。サラダ買うときは珍しいの入ってるやつ選びがちになる。わかる、わかる、わかる。デパ地下たまに行きますね。デパ地下たまに。
かちゃん成城石井とか好きそう。好きです、あれ美味しい、レーズンみたいな入ったチーズケーキ。じゃあそろそろ終わります。イエーイ、もうあっという間やね、時間経つのね。明日も配信します。じゃあ今日もありがとうございました。メール送って行きますので待っててください。じゃあまた。今日もありがとうございました。バイバーイ。